2020年4月，上海。日本疫情日益严重的情况下，我助导演竹内亮带头和在场的五位我助主人公一起，向在华日本人群发起了募捐，并用这笔善款购置口罩等物资寄往日本。第一天的战果是，然后今天收集了16258块钱。一天的，那用这个钱来去放吧。なんで今回マスク送る活動したいと思ったんですか。すごい、なんだろう。もう私ザオさんに連絡する時まで泣きそうで、うん、今も泣きそうなんですけど、うん、こっちから日本に帰ってで1ヶ月ぐらい日本にいたんですけど、なんかこう発信とか、まあ、こんだけ危ないんだよっていうのを伝えてもやっぱ個人じゃないですか、うん、だから全然威力とかもなくて、いや全然平気だよ、私なんか健康だから絶対かかんないよみたいな感じでこう言われたりとかして、なんかこうもやもやしてたんですよね。でそれと同時にうちのその両親がまだ働いてるんですよ、外で。でその状態でやっぱりちょっと危険じゃないですか。まあ今回マスクが足りないで、中国でマスクが手に入るようになったっていうので、どうしたらいいんだろう、ちょっと竹内さん、ザオさんに連絡してみようかなっていうのですごいまあでもこの活動を俺が本格的にやろうと思ったのはサーヤが言ってくれたからで、本当にありがとうございます。いや本当そうだよ、この発想自体は実はもうかなり前からあったの。もう1ヶ月前ぐらいから俺足立さんと相談してたの。で2人だと何にもできないから、でちょうどサーヤが言ってくれて、あ、今だと思ったの。本当感謝してる、サーヤ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、泣いちゃったけど絶対使うけどやだー。之後参加这个熊猫报恩活动的人超过了600人，现在募集到了16万多元善款，已经给日本寄去了70000只口罩了。今天的主人公，经营旅行社的安达先生，和亮叔一样，是这次募捐口罩活动的最初企划人之一。で今旅行会社大変だっていうから、その辛い状況とか、7年前も初めて彼と出会ったのが取材で出会ったの、誰も来なくなったの。その辛い状況を7年前そうです、じゃあまた今回また辛い状況さらに辛い状況調子のいい時は取らないです。面白くねえから。亮叔的挚友安达先生，两人之间究竟有着怎样的过往呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。我们抵达了安达先生的公司。Hello， どうもどうもです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうも、はじめまして、はじめまして。你好。你好。他是安达先生。你好。我来过无数次，没有什么新鲜。没有什么新鲜感。介绍一下。啊，就是旅行社。啊，消毒液呢？消毒液。はいはい。哦，人いないですね。好空的感觉。嗯。受到疫情影响，自1月以来 ，HIS 的销售额一直为零。亮叔和安达先生的最初相识，也是在 HIS 没有生意的危急时刻。これはもう昔の。啊。很怀念。因为我就是跟他认识的，那个节目拍那个节目的时候做了这个策划。你以前应该从来不会出镜的。对啊，我不出镜。对，也是个导演。对。日本からの観光客が激減しているのだ。どん底の一年。対策会議が開かれた。
日本からの客数を前年度と比較した表。客人的数量。当时2012年是中印关系最紧张的时候。对，哇。对，一下子减少了。但是现在应该更差吧？对，应该是现在零吧？现在是零。嗯、对，这个上海美食四天的一个旅游策划，50000日元，差不多3000块钱，包括飞机票，包括这个花园饭店，然后包括大闸蟹，在节目里介绍了这个策划之后，どれぐらい来たんですか？多分半年で1000名ぐらい売れましたかね。给他们免费的。哦，免费，没有赞助。因为当时，中日关系很紧张，但是通过这个。1000多个日本人来中国，然后慢慢开始回复了。我想希望很多日本人过来中国嘛。对。这次节目拍摄之后，安达先生和亮叔因此相识，之后展开了多次合作。我们在安达先生常去的日料店吃午饭。我来上海的时候，我经常来这家店，然后跟他一起喝酒。中国語喋れるようになったの？いやほとんど喋れないですね。ちょっと問題ですよね、これね、確かに。行ったら10年だな。大概10年。大体10年。大概10年。10年。はい、はい。同じぐらい。ああ、まあそうですよね、確かに。ここで。すいません、你好。会说你好麻婆豆腐饭一个米饭小一点好的他经常来吗对你想吃的菜他都会说哦菜名他会说菜名那你采访他我没有想采访他的我想上次本当竹内さんとは多分7年ぐらい前にからもうこう付き合いでが始まってまあなんというか数少ない、まあ、親友というかまあそういう感じですよねだからまさかなんかねこのタイミングでこう取材をしてもらうとかちょっと思ってなかったですけどでも旅行業界は本当に影響されやすいそうですねなんかこういうなんかが起こった時に一番最初にこうなくなる仕事で、で一番最後にこう戻ってくる仕事なので大変だよだから本当大変ですね、でその7年前とか、まあ、取材していただいた時とかがもう結構自分の中では本当一番もう ピンチの時だったんですけどまあ今はそれ以上にピンチかもしれないですね安達先生平時工作繁忙能抽空带我们漫步上海的机会可能也只有像现在这样的特别时期了。どこ行く？まあなんかまあこの辺もなんか結構ブラブラすることがよくあって、これまああんまり何があるっていうわけでもないんですけど、ここが本当戦前の日本人街なんですね。まあ戦前に約10万人住んでたって言われるんで、もう今のもう倍ですよね。これがまた一つの。西本願寺、まあ、要は東京でいう築地本願寺の同じような形で、それがすごいんですよね、そうですよ。でももうほとんどそうなんですよ、ほとんど取り壊されてるんですよ。でそれでまだ残ってるのを探すのが面白いんですよね。なんか僕そういうのを本で調べたりとかインターネットでこう見てで昔の地図とか今の地図とかちょっと照らし合わせてこう散歩するのが好きなんで老人みたいそうですねなんかいつも一人で来るんでまあなんかこの趣味に付き合ってくれる人はなかなかいないですねいないだろうはい小孩的工作对对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 
从本来的小部员做到今天的中国区总负责人。为了这份工作，他花费了非常多的心血，甚至不惜和在日本的家人分离，一个人孤身留在中国奋斗。晚上聚集到一起的我住主人公们开始八卦安达先生的私生活。もう7年ぐらい単身赴任してるんですよ。でも浮いた噂一つないのよこの人。俺それがすごい怪しいと思う。だけどないないのよ。どんだけ掘り起こしてもないないのよこの人。怪しいですね。まあ竹内さんどうなんですか、あるんですか。ないですよ。当然ないですよ。ザオはなさそう。ザオさんがすごい徹底的に管理されてる。奥さんと何話すの。そんな1年に2回しか会わなくて。中国でどんな状況とか、なんかこう辛いことがあったとか、もう全くそういう話も一切しないので。それだったらちょっといるんじゃないですか、こっち。自分の家もなんかもちろん部屋はないですし、自分だからまあソファーで寝る。おかんと一緒に寝る。まあそうそうそう、いや別にまあでもそうまあまあ別にそうまあまあ全然まあでもそれそれがそういうなんか日本ってそうですね。多分愛人がいるんだよ。そういう結論になると、そういうのも 100% 勝ってる。和大家道别后，我们来到安达先生的家。今晚亮叔要在这里蹭住。俺のさ、歯ブラシある。歯ブラシありますよ。我经常就擦擦。ここに多分名前が。それは俺の名字。ここに。はい。でいつもなんか竹内さんこの辺で酔っ払って寝てしまうんですよね。佐々さん本当にいないの？ないよないよ。これで要は言えないですね。言えないね。我觉得很奇怪的是，你一般跟那种特别典型的日本人不是很玩得来的感觉，他是很难得的，就是那种特别典型的日本人。对对对对对，跟他玩得来。对，说的非常对。那么，彼女が今聞いたのは、日本人っぽい。あ。すごいなんか礼儀正しくてちゃんとしてる人なのに、なんで俺と馬が合うのかって。これ日本人あんま好きじゃないけど、でも日本人いいところをいっぱい残しつつ、中国がすごい好きなの。すごいなって尊敬してるんです。一番最初に竹内さんに会った時に、中国に対するこう日本の曲がったなんかこう視点で作られる番組が多くて、でも竹内さんの番組はいいところだけっていうあれじゃなくて、まあいいところもなんか悪いところというか、ありのままをこう届けたい、日本の人たちに届けたいっていう、なんかそういうポリシーとか信念とかを持って。珍しい。ピーシュー選手は。そういうなんか当時でも多分今でも珍しい、まあ、監督だと思いますね。もっと言う。もうこれ以上ないです。本当に違う業界でいながら、でも日中の間でなんかこう活躍されてて、すごいこうなんか刺激を受けて、あ、やっぱり竹内さんすごい頑張ってるな、まあ、なんか自分もなんかそれ負けないようになんか頑張りたいなと、まあ本当それは常になんか思ってましたね。そうですね。例えば这个中立文化桥梁的这个工作，他对这个工作特别的热情，所以我特别喜欢他。中国だったら何でもいいみたいな、全部大好きみたいなことじゃないのよ。客観的に見てるの。すごい普通の人の視点で中国が好きになってるところが。俺とすごく馬が合うかなと思う。このいいこと言ってるけど、ほとんどカットされるわ。わかりました。まあでもこういう機会じゃないと言えないから、とりあえずまあまあ言っておいてですよね。疫情当下，为拯救公司的命运，安达先生究竟做着什么样的努力？我们下集揭晓。でもさ、日本人ってさ、人に迷惑をかけないっていう文化のはずじゃない。なんでって思う。そう、なんでその日本人の美徳はどこへ行ってしまったんだって思ったんだよ。以前的话真的很普通的一个场景，但现在看来的话真的蛮感动的。和之梦有自己的网站啦，在浏览器中输入3w.和之梦.cn，打开微信扫码登录。
即可观看更多精彩内容。也欢迎大家关注微信公众号何之梦 VIP， 获取属于你的 VIP 服务。